コウノトリの里として知られている豊岡市。田んぼや畑で餌をついばみ、ストーで子育てをしたり、大空を舞うコウノトリの姿を見ることができる。野生のコウノトリが日本の空から姿を消したのが1971年昭和46年。最後の生息地だった豊岡ではコウノトリを野生に返すためにさまざまな取り組みを行ってきた。この町に軽やかに響く音がある。人々の熱い思いを受けて再び大空へ飛び立ったコウノトリ。今では40羽を超えるコウノトリが豊岡の空を悠然と舞う。クラッタリングは幸せを運ぶ鳥と呼ばれるコウノトリの喜びの歌に聞こえる。Presented by TOA.